違う、王子王子ごきげんよう。聞こえてきたよ。え、でもトゥーンからすごい感動しちゃうな。もうちょっとです。お城の下に来ました。今から行きます。緊張してます。大丈夫かな。あっち行きます。頑張ります。お集まりの皆様、本日はこれよりここ夢と魔法の王国シンデレラ城の大広間において新郎ゴースケ様と新婦アイリ様の結婚の儀を執り行う予定となっております。まもなく新婦アイリ様が美しいウェディングドレスを身にまとわれご到着あそばされます。お二人の結婚の儀はシンデレラ城の大広間においてこちらにお並びのお三列の皆様に見守られ厳粛に執り行う予定となっております。その後めでたく愛の誓いを交わしたお二人はお披露目のプロセッションを予定しております。新婦ご到着の際はどうぞ皆様盛大な拍手でお迎えください。
拍手でお迎えください。新婦のお母様、お嬢様のベールダウンをお願いいたします。真っ白なベールは清らかさの象徴である、花嫁を守るという意味がございます。これまで温かい愛情いっぱいに育ててこられた大切なお嬢様を送り出すために、今お母様の手でベールダウンが行われました。お母様ありがとうございました。それではこれより新婦愛理様が新郎宝助様のもとへ一歩一歩おみ足を運ばれます。それでは新婦愛理様のお通り。それではこれより大広間においてお二人の結婚の儀を執り行います。お集まりの皆様、どうぞお二人を盛大な拍手でお送りください。
素敵な何かをいただいてしまいました。裏を見たら式のプログラムが書いてあります。すごい豪華ですね。本日は夢と魔法の王国シンデレラ城の王妃前へようこそお越しくださいました。さあそれでは皆様、どうぞ後方にご注目ください。誓いの言葉。私は愛理さんを妻として生涯愛し続け幸せにすることをここに誓います。私は康介さんを夫として生涯愛し続け幸せにすることをここに誓います。かわいい。私たちは本日新郎新婦ご退室、どうぞ皆様盛大な拍手でお二人をお送りください。会場のやつ終わりました。これからまた外行きます。アイリちゃんどう？またみんないんじゃないですか。あらー、皆様めちゃめちゃ人がいる。お集まりの皆様、ただいまシンデレラ城の大広間において新郎
康介様と新婦愛理様の結婚の儀がつつがなく執り行われましたことをここにお知らせいたします。永遠の愛のちぎりを強く結ばれ、ご夫婦となられたお二人にお出ましいただくことといたします。それでは新郎新婦のお出まーし。それではご紹介いたしましょう。こちらにおますは新郎康介様、新婦愛理様でございます。本日はご結婚誠におめでとうございます。さあ、お集まりの皆様、この幸せに満ちた新郎新婦のお二人に盛大な祝福の拍手をお送りください。さあ、それではご夫婦となられました最初のお写真をこちらシンデレラ城をバックにお撮りすることといたしましょう。それではお進みください。新郎康介様と新婦愛理様のお披露目プロセッションを執り行います。出発。
寝てます。はい、アイリちゃん帰ってきましたよ。帰ってきました。ほら、どうでした、アイリパレード。もう一生忘れない光景だったね。もう幸せだ。ほんとすごかったね。あ、もう一回お願いします。はい、また次のプログラムに進みます。とりあえずパレードしてきました。私たちも泣いた、二人で。練習してたこっちの手じゃなくてこっちをぐるぐるじゃあすごい滑らかに練習してたこっちになっちゃってから。見てくれてありがとうございました。チャンネル登録はこちら。スマートフォンの皆さんは下の概要欄から登録お願いします。あと、Twitter、インスタ、ブログ、こちらもやってるので、ぜひチェックお願いします。今日も一日、ハッピーになーれ。